伝説によると昔の信州にある教授がいて、その名は念。念は長年海縁の中に暮らしているが、大晦日になると上陸して人々に災いをもたらす。しかし当時の人々は少しも念のことが怖いと思っていない。その日にお祭りをあげてお祝いするほどだった。なぜなら念獣が姿を現すと必ず千人が現れて念を撃退して信州を守ってきたから。その千人の名前は牧念寺。我らはもうここで6時間も座禅したぞよ。そっちお腹は空かないのか？心が安らかになれば空腹も感じなくなります。
因为太阳很大，所以今天就不出门了。